本場はアメリカ合衆国で工業を行う女子プロバスケットボールリーグ。男子リーグである NBA の全面的な支援のもと1996年に発足翌1997年に最初のシーズン開幕以降順調な活動を続けている。初年度のチーム数は8で2000年から2002年シーズンにかけてはチーム数が リーグ史上最大の16にまで増えるが、2010年から現在では経営難などにより脱退したチームがいたため、12チームとなった。外国の多くの女子リーグのオフシーズンにあたる時期に短期間で試合を行うため、米国以外の選手が多くプレイすることも本場の特徴である。2016年以降、リサボーダーズがコミッショナーについている。 NBA コミッショナーレビッド・スターンは1980年代に同役職について以降リーグの拡張や海外市場の開拓など営業活動拡大の努力を続け1990年代には大きな成功を収めていたそれまでの成功を受けたリーグはさらなる事業拡大の場を求め1996年4月に NBA の理事会が女子リーグ本場設立を承認 8月には、バルアカーマンを初代コミッショナーに迎えた。同年に行われた1996年、アトランタオリンピックのバスケットボール競技での、米国女子代表の活躍にも後押しされ、We Got Next のスローガンの元リーグの立ち上げに、入った。同じ96年10月に、本場は初年度に参加する8チームを発表。それらのチームはすべて、 NBA のチームが本拠がある都市に拠点を置いており、チームの所有者は NBA だった。同月から翌1997年1月までに、全チームが2いし3名の選手と契約し、同年4月にはドラフトが行われた。NBA のシーズンが終わったこの年の6月に、本場最初の試合が行われた。1999年までに、リーグは新たに4チームを加え、 チーム数が12になった。またこの年には選手とオーナー側で労使協定が結ばれた。これは米国の女子プロバスケットボールリーグでは初めてのことだった。この時までにリーグに属していたチームは皆 NBA により経営されていたが2002年に NBA は本場のチームを NBA チームの所有者やその他の組織に売却した。その結果、 マイアミソルとポートランドファイアは消滅し、ユタスターズとオーランドミラクルは移転しそれぞれ、サンアントニオシルバースターズとコネティカットさんに解消した。またこの年のシーズン終了後、クリーブランドロッカーズが消滅した。2006年に新たにシカゴスカイがリーグに加入し、2007年にはシャーロットスティングが消滅した。2008年には新たに、 アトランタドリームがリーグに加入したが、シーズン後にはリーグ早々期に黄金時代を築いたヒューストンコメッツが2009年にもデトロイトショックとサクラメントモナークスも消滅。2010年シーズンのチーム数は新たにタルサが加わり12となる。本場は設立時からマーケティングや宣伝など様々な面で NBA の支援を受け、初年度から NBC や ESPN など 大手ネットワークテレビ局により試合が放送されている。集客もおおむね順調で4年目の2001年には本場の試合に訪れた観客は延べ1000万人を超えている。米国には以前にも女子プロバスケットボールリーグが存在したが10年にわたり成功率に存続しているリーグは本場が初めてである。1シーズンの試合数は初年度は28試合だったが 現在は34試合となっている。試合数は NBA の82試合と比べて半分以下であり、また集客も NBA と比べるとほぼ半数となっている。選手年俸に関しては2004年の時点で新人選手の最低年俸は9万ドルで NBA の新人選手に認められる最低年俸の4分の1程度の額である。マーケティング対象の一つとして 同性愛者が挙げられる。リバティサンスカイロッカーズショックフィーバードリームスティング、ソルミラクルミスティックス、ショックコメッツスターズリンクスファイアーストームスターズ、モナークス、マーキュリースパークスリーグ設立当初は NBA のシーズンが終わった後の6月にレギュラーシーズンを開始していたが、現在は毎年5月頃にシーズンが開幕する。各チームとも34試合を行い、 それぞれのカンファレンスでシーズン成績上位4チームがプレイオフに進出する。レギュラーシーズンで最も優れた活躍をした選手は MVP に選ばれる。レギュラーシーズンは8月に終了し、その後プレイオフが始まる。プレイオフではそれぞれのカンファレンスでシーズン成績が1位のチームと4位のチーム、そして2位のチームと3位のチームがそれぞれ1回戦で対戦し、 二戦戦勝したチームが二回戦に進む。カンファレンスファイナルは二戦戦勝で勝ち抜く方式で、二勝したチームが優勝決定シリーズである本場ファイナルに進出する。本場ファイナルでは先に三勝したチームが優勝する。ファイナルで最も優れた活躍をした選手は、ファイナル MVP に選ばれる。シーズン開幕に先立ち、毎年 NCWA トーナメント終了直後に、 ドラフトが開かれ、各チームが新たに選手を選抜する。シーズン中盤の7月にはオールスターゲームが開かれる。オールスターゲームの選抜選手はファン投票で、控え選手は各カンファレンスのコーチによる投票で選出される。最も活躍した選手がオールスターゲーム MVP に選出される。本場のルールは概ね NBA のルールにのっとっているが、 いくつか独自のルールを採用している。本場は NBA 同様、テレビ放映権は全国放送やポストシーズンに限りリーグが管轄し、ローカル放送はチームが放送局と直接契約を結んでいる。そのため、レギュラーシーズン、ポストシーズン全試合の放映権を管轄している NFL と違い、チームによって放映権料収入は大きく異なる。アメリカ国内では、 ESPN と ABC で放送されている。ありがとうございます。